ルです。さあ本日はこちらプレミアソロコラボおうち店でバトルなんですけれども、早速本日のビーチボーイズをお呼びしたいと思います。棚橋さんお願いします。皆さんはじめまして、新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋ひろしです。新しくビーチボーイズのメンバーになりましたので全力頑張っていきます。で、今日の俺の初戦の相手は誰ですか。早速お呼びいたしましょう。今回は可愛い用心棒をご用意させていただきました。お願いします。辰巳夏子さん、お願いします。辰巳夏子です。はい、私はこの4月からこちらのプレミアグループさんのなんとイメージキャラクターに選んでいただいたんですよ。すごいですね。ありがとうございます。俺もなりたいです。あ、ちょっとごめんなさい。なので今日は私負けるわけにはいきませんので、ちょっと頑張りたいと思います。それでは行きましょう。銀の魔王スタート。対戦場所に選ばれた店舗はプレミアスロットラボ淡路店。お店までのアクセスは阪急淡路駅東改札口を出てすぐ。お車でお越しのお客様には提携駐車場もご用意していますので、ぜひご利用ください。綺麗な店内には20円スロットが130台、5円スロットが70台、2円スロットが25台の計225台が設置されています。さらにプレミアスロットラボ淡路店ではお客様に快適にご遊戯いただくため、さまざまなサービスをご用意しておりますので、ぜひご利用ください。ここで番組の対戦ルールを説明。制限時間はおよそ2時間。スロット対決の場合、1枚を5ポイントで計算し、バトル終了までに対戦相手より多くポイントを獲得した方が勝利となります。そしてビーチボーイズが勝利した場合は獲得したポイントが加算され、10万ポイント達成すればなんと韓国旅行をペアで1名様にプレゼントいたします。今週の対戦台はミリオンゴッド神々の系譜ゼウスバージョン。基本的なシステムはそのままに、 ART ゴッドゲームはパワーアップして登場です。それではバトルスタート。スタート、頑張るぞ。さあ、よし、筋肉ベッド。さあ始まりました銀玉王。今回は棚橋ひろしさんと辰巳夏子さんの戦いを、実況は私山浜り、解説はジャンボリライターの源さんでお送りします。源です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてゴッドです、源さん。そうですね、もう、はい、僕の台と言っても過言ではないぐらい の、 この大好きな台でございまして。そんなに大好きなんですね。いやー、これはこのシリーズは本当に好きな方多いと思うんですけどもね。はいはい、もう3作目ということで。そうなんですよ、人気で、はい、今回、まあ、5号機で、1回この前出てたんですけども、うん、それのゼウスバージョンということで、うん、また新たに変えてきたんですけども、うん、まあいろいろ変更ではあるんですが、まあ特徴的なのは ゲーム数上乗せが加わったというところですかね。大きいですね、はい、今日はビーチボーイとして絶対に勝ちます、私辰巳夏子は4月から、プレミアグループさんのイメージキャラクターに、なりましたので、今日は絶対勝ちたいと思います。頑張る。それは負けられないですね。あ、なんか演出がブラックホーネス、こちら、はい、おなじみの、はい、まあ、基本的にゼウスの方は、前作のね、5期の神々のゲームのこちらの方を踏襲、基本的なゲーム性は踏襲しているという感じでございまして、こちらブラックホーネスはもちろん、GG のチャンスなんですけども、紫色にグワーってあれが何回も続けばチャンスだし、何回も続かないといけないんだ。まあ完全にスタッフ情報でしたけどね。まあそうなんですよ、まあ、基本は、1回、2回、3回続いて4回続けば、基本的に GG 濃厚という感じなんですけども、だから3ゲームついた瞬間が熱いという感じですね。おー、
なんかあった。お、ステージチェンジ。湖にチェンジ。はい。まあ、こちらもおなじみの法則ですね。まあ、荒野、湖、神殿とありまして、上に上位に行くほど、ART の期待度が高まるといった感じですね。はい、スロットは行かれるんですか？スロットはね、昔あの北斗の拳っていう台があって4号機の頃にちょっと後輩と一緒にやってたんだけど、その台がまたなくなっちゃって、それからはもうずっとパチンコだから、実はもうほぼ初心者。あ、本当ですか？辰巳さんは？私は実は今日これが初めて。じゃあ条件は一緒ですね。条件は一緒なんだ。条件は一緒です。あと運が強い。北斗打ってたんだったら一緒じゃないような気がするけどね。そうですね。だいぶ有利な気がしますけどね。あら、お、あ、何これ。天空の扉、熱いや。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ねえ、牛、トラ、ん？違う、クレヨン。タツミ、タツミナツコ、やっちゃいます。くるくるしましょ。パチンコ、スロット、プレミア。喜びを、楽しさを、感謝を、笑顔で伝えたい。Be a Muse Customers、パチンコ&スロット、アミューズ。またいないのか。おばあちゃん、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 もうどこ行ったん。ベーラチオー。 I can't see what we're so wrong. Did I say? あなたの笑顔が見たいから、パチンコ&スロット、アミューズ。なんでー、すごいすごいですね、うん、これですよ、これが本気 の、 あのプレミアムフラグ。やったー。すごいよね今これ。やられ、これやっちゃダメだよ今。すごいよねえ、びっくり。8000分の1だって。8000分の 1？ 約8000分の1。8192分の1ですね。僕は100年に1人の1体ですけども、それ以上かもしれないですよ。早かったですね。すごい、だってこれ聞かなすったらすごいよね。えびっくりした。ちょっとやめてよ。なんか赤い扉が出てきて、それからすぐでしたね。じゃあ俺も出す。赤いの出してください。赤いの。そんな1日に2回も2人も出るかしら。あ、めっちゃすごい。ゴッドボタン押してほしかったですね。なんか見られるやつなんですね。あ、そう、右ね、リールの右についてるやつなんですけど、今回からついたやつで、はい、まあまあ、とにかくゴッドゲームなんですけども、今回1セット100から、100と200と500ゲーム、500ゲームというのは基本的にこのプレミアム GG を引いた場合という感じになるんですけども、で、先ほど言いました通り、ゲーム数の上乗せが今回が加わってるということで、まあまあ特定役、もしくは外れて上乗せのチャンスですね。これの逆転はなかなか難しい。もう勝負ありという。いやいや、やっぱりトップレスラーなんでね。お、間違ったらどうなる。間違ったらちょっとペナルティーの恐れがありますね。まあ基本的に本機、あのね、目押しがほとんどいらないっていう機種で、はいはい、まあまあ今さっきのゴッド揃いも、うん、あの勝手に揃ってくれるんで、うんうんうん、基本
ただ押し順さえ間違えなければっていうところなんですけどね。そこはねちょっと気をつけていただきたい。そうですね、あれまた間違ってんじゃん。はい。ちょっと最後この1枚2枚の差でこうね俺は勝つから。ちょっと油断しちゃってますね、やばい。お、炎が来ましたね。レア役ですね、おそらく。うん、はい、ネギアで、ネギア歩きながら。レア役の方は右側でキナナ、もしくは中段キナナとかがありますね。お、ステージが上がった。お、ステージ上がりました。うん、入ったよ、お前。そうですね。まあ、基本的に本気もね、前作同様、やっぱ通常時にモードを上げて、うん、そこでレア役をまた引いてっていう。もったいないですね。ペース、かなりのハイペースですね。本気でテコになります。本当にプレミアグループのイメージからなんですか。俺が仲はいないで。ダメ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 。俺がもうイメージも多い。繁盛しないです。これじゃ繁盛しないです。俺なんかね音が起きてるアニール口が可愛いんです。もう間違えた。今音とペナルティ音とコラボしてましたね。お尻順を誘うアヒル口。一瞬効果音が飲みました。そういう俺は今ねもうチャンスゾーンで入ってますよ。そうです、だから早く打ってください。お、来ました、うん、ボタン演出はレア役のチャンスですね。まあこちらでもちろん激アツって出ればさらに熱いですね。なんか新しいの出ましたね。おお、まあ、今作はあっこでプシュンっていく場合もありますからね、うん、そしてフリーズしてゴッドゾロイっていう、もうほんましびれるパターンです。しびれそう、はい、でこの一応今30ゲーム出たんですけども、うん、今作はこの30ゲーム上乗せして、この30ゲームっていう30っていう事態が、うん、あの次のセット数上乗せの期待度でもあるということで、さらにセットが乗る可能性、30% 乗るんですね。いいです。本当に間違えちゃうから。あ、さすがアイドル。さすがアイドル。でも俺はどう。ちょっと可愛く見えてくる。間違えんなよって言おうとしたら間違えた。9回ね、9回やったんですね。もし10回やったらイメージがある交代。それはやばい。もうね、次のイメージがあるのは俺だけ。それは絶対やばいのね。絶対10回も間違えません。気づいてませんね。ねえ、スタッフの説明を受けている間に。皆さん、こんばんは。リーチエンジェルの桃原ひかりです。もうすぐ夏が近づいてくるんですが、夏に向けて私はイメチェンしようか迷ってます。テレビの前のそこのあなた。髪型をショートカットがいいか、ロングのままがいいか、桃原ひかりのブログまでたくさんのコメントプリーズ。ではまたね、バイバイ。皆さんこんばんは。プレミアスロットラボ淡路店の安竹千明です。私の趣味は音楽を聴くことです。特に好きなアーティストはバンプスで、朝出かけるときなどに聴くと元気が出るので、皆さんもぜひ聴いてみてくださいね。
プレミアスロットラボ淡路店へお越しの際はお気軽にお声掛けください。待ってます。ねえ、牛、トラ、ん？違う、クレヨン、うー、タッツミー、辰巳夏子、やっちゃいます。くるくるしましょ、パチンコ、スロット、プレミア。喜びを、楽しさを、感謝を、笑顔で伝えたい。 Be Amuse Customers パチンコ&スロット Amuse。またいないのか。おばあちゃん、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 もうどこ行ったん。ベーラチオー。 I can't see what we're so wrong。 あなたの笑顔が見たいから、パチンコ&スロットアミューズ。ここからは後半戦。現在は辰巳さんがまさかのゴッド揃いで大量リード。このまま勝負は決まってしまうんでしょうか。なんか棚橋さん、さっきから私のことすごい間違えてるってすごい突っ込まれるんですけど、実はちょいちょい棚橋さんも押し間違えてる。見てます、私は見ます。生まれてから間違えたことないです。さっき、さっき見てますから。通常時間違えるのとね、まだちょっと違いますけど。あ、そうですか。あ、10回いったよ。いた、やばプレミアグループイメージガールの夏子さん、本日をもちまして、ベースガール、もう大丈夫です。ありがとうございます。マジ？2013年、プレミアグループ、ベースガールをしてます。100年に一人で行ったら、棚橋です。まあね、そんなこと言っても、ね、私は勝ってるんで。やばいですけど、大丈夫です。ああ、そうと言ってる部屋に500超えました。まあね、ありますかね。本当にね、涙洗い台なんでね、ザラにありますよね。さあね、残りがもう、あ、10ゲームですか。あ、まあ一応ゴッドドロー引いた場合は1セット500ゲーム、おお、10ゲーム上しましたね。よかったー、出ました。え、あ、そうですね、まだで500ゲームここで終了しようとしているところですね、ただまあ今みたいに上乗せしてるんで、まあ、実質500ゲーム以上消化してるはずなんですけども、まあ、純増 2.2 枚の割にはこんだけっていうのはやっぱり押し順ミスっていうところがだいぶ響いてるのかなっていう感じですね。でもさっきこの5頭で揃ってるので、その場合だともう1回大当たりが来るらしいんですよ。なのでちょっと今から見ててください。またもう1回来るらしいので大当たり。それはちょっと解釈が違うかなっていう感じがしますね。一応ですね、はい、この D ゾーンというところでもう一回大当たりが来るらしいので、可能性があるぐらい。そうですね、可能性があるっていう。ゴッドゼロの場合は、まあ、前作同様、まあ、最初当たった時にループ抽選をしてくる、ループストップ抽選をしてくれるんで、はい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 、
まあまあ1個以上ある可能性は全然あるんですけども、絶対ではない、絶対ではないと思いますね。はい、あー来ました200円。すげえ引き戻した。注目の新大コーナー、今週もパチンコ必勝本の桃山桃さんに新青龍物語を紹介していただきます。どうも桃山桃です。今週は注目演出を紹介します。新青龍物語はチャンス目にドキドキしてください。まずはチャンスメダカ予告。中段にチャンスメダカ図柄が提出すると、さまざまな演出に発展する可能性あり。次はバクバクチャンス。バクバクアイコンが連続するほどチャンスです。他にもチャンス目と思いきや、一発告知のひまわりチャンスに発展することもあるので、最後まで目が離せません。次回はリーチ演出について紹介します。それじゃあまた来週、バイバーイ。ニーズに応え続けます。トータルベネフィット。すいませんでした。なんで遅れたんや。はい、ジャンボリを見ていまして、最新の基地情報や有料ホール情報、さらに面白い漫画まで楽しくて。もういい。で、いつ発売？パチンコパチスロホール情報誌ジャンバリ、毎月最終月曜日発売。薄毛に朗報、あっという間メイク感覚増毛剤。マジックパウダーだけの 2way ノズルでピンポイントや広範囲も思いのまま、5つのカラーで新登場。詳しくはウェブで。ニーズに応え続けます。トータルベネフィット。というわけで、さらに200ゲームを。そうですね、ねえ、はい、田中さんと私追い、田中さん追いつけないんじゃないかな。ちょっとね、いっぱい買ってるのでコイン分けてあげましょう。もらうわけないじゃないですか。え、もらったら俺の負けじゃないですか。いや、あげますよ。じゃあ俺もね、ビーチボーイズの師としてこれはいらない。あ、いいんですか。あ、なんか拒否されました。せっかく共有 OK のお店なのにね。本気の優しさやったんですよね。まあ、勝負がありますんで、ややこしいんでね、今回はあれですけど。まあでもね、普通に2人でうちに来てたらやっぱりよくね、あれだけ出されたらね、こういう展開もらっちゃいますね。はい、ビーチボーイズのプレミアグループをよろしくお願いします。なんか負けてる方にね言われてもあんまりいいって感じだと思うので、ねえ、プレミアグループよろしくお願いします。なんかリーチボーイズの意地を見せてもらわないとね、こんなにあっさり勝てちゃうのかなっていう感じです。長谷部の位置引いたからね、それはあっさり勝てますけど。だいぶ意気消沈してる感じだった。田中さん、ちょっと追いつけないですね。すごいです。1000ドルオーバーです。1000ドル、もう今日は無理ですよ。もう今日は田中さんは無理。でももう1000倍ぐらいだったら俺が一発当たれば、もうガッとこのゴッドの潜在能力で俺がこうガッと結構完成します。これ前向きやな。無理だと思いますけどね、ここまで差がついちゃってるのでね。まあ期待してます。一回ぐらい当ててほしいですね。でもそうですよね、枚数は及ばなくとも。
いぞ。慣れてきたかなどうなんですか、やっぱ初めてなんでね。やっぱね、間違えることもあるかも、ね、打ってない時間が多いっていうのもあれなんかもしれないですもうちょっと回せるんちゃうっていうはい、というわけでここでタイムアップです。今回は辰巳夏子さんの勝利で決着です。源さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。やったせっかくイメージガールになったのに。もう終わりです。もうそれはイメージガールが一回こっち来たけどまたこっちに戻ったと。そうなんです。一種のもうこれは錯覚というかもう夢の妄想時間ということで。でも夢だったイメージガールになれてよかったです。ビーチボーイズが勝利すれば獲得ポイントが加算され、10万ポイント貯まれば韓国旅行をペアで1名様にプレゼント。今回は棚橋さんいいところなく完敗。次回のビーチボーイズの活躍に期待しましょう。みんなもはご覧の日程で収録予定です。お楽しみに。そしてプレミアスロットラボ淡路店からのインフォメーション。阪急淡路駅東口改札出てすぐプレミアスロットラボ淡路店がございます。20円スロット130台、5円スロット70台、2円スロット25台、合計225台の充実した遊びやすい大型スロット専門店となっております。皆様のご来店スタッフ一同笑顔でお待ちしております。待ってます。やったー、よいしょ、勝ちました、圧勝でした、ね、残念でしたね。まあね、うん、やっぱりイメージガールは勝利の女神の方がねていうかこれでイメージキャラクターはもう無理でしょ最初から。なんかちょっと勝つような気がするじゃないですか。やだ力強いこう目をしてね。まあね、ちょっと結局イメージキャラクターにはなれませんでしたということなんで、はい、棚橋さん今日はお帰りいただいて、プレミアグループをよろしくお願いします。最後まで言いたかったみたいなんですけど、プレミアグループのイメージキャラクターもこの先も引き続いて私がやらせていただきますので、店員の方もよろしくお願いします。これからも引き続き。やった、今日は勝ちました、すごい嬉しかったです。やった。次回はビーチボーイズ神谷玲子さんの登場です。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。